ランドローバーディスカバリー。ランドローバーディスカバリー。ディスカバリーは、イギリスランドローバー社が発売している SUV の1、車種。レンジローバーの下に位置する、ランドローバーの中核車である。1990年代、世界で最も過酷なオフロードイベントとして、有名だった、キャメルトロフィーのオフィシャルカーとして使用され、世界的に知られる、オフロードカーの一つである。 1989年、ランドローバー社の第三のモデルとしてデビュー。北米市場での各半を担い、レンジローバーの持つ高いオフロード性能はそのままに、量産効果が上がらなかった設計を見直し、パネル割りや組み立ての合理化で、コストダウンと利益率の向上が図られている。ランドローバーとしては、異例の大量のテレビ CM やハリウッド映画とのタイアップも目立った。 フレームをはじめ、ドライブトレイン、サスペンション、フロントウィンドシールド、ドアガラスなど、可能な限り初代レンジローバーのものが流用されており、ホイールベースも100インチと全く同じである。ただし、ボゲのダンパーを使ったセルフレベリング機構の採用は見送られた。また、ニュートラル検出スイッチの不良でスターターモーターが回らないトラブルやエアミックス式のエアコンの設定がなく、 梅雨時などは、クーラーとヒーターの安梅が非常に難しいとなど、不満点もそのまま受け継がれていた。正規輸入開始時は、V 型8気筒3.5リットルローバー V8 エンジン、V8i と4気筒2.5リットルの直噴ターボディーゼル、TD の2本立てで、トランスミッションも、4速 AT と5速 MT が選べた。その後、マイナーチェンジで、ガソリンエンジンは、 レンジローバー同様の3.9リットルに変更され、5速 MT の輸入も終了した。当初、日本での車両本体価格は400万円を超えていたが、1994年頃から、ローバージャパンのフェアプレイ製作の一環で、299万円、消費税抜きのグレード S が用意され、日本でも手軽に買える輸入 SUV と言われるようになり、ディスコ、ディスコの愛称も生まれた。 また、その当時、ローバーグループと合弁関係にあり、株主でもあった、ホンダノベルの店からも、クロスロードの名称で販売された。フェーズには、異形、ヘッドランプの採用で、フロントフェースがやや丸みを帯びた、滑らかなデザインに変わり、評判の悪かったクーラーもエアミックス式のエアコンへ変更された。ランドローバー50周年記念モデルは、幅広、タイヤと、 レートの上がったスタビライザーの組み合わせになっている。1998年デビュー、日本では1999年6月、2代目では、前後リジットのサスペンションなど、初代の美点はそのままに、ヒルディセントコントロールや、エレクトロニックトラクションコントロールや、リアのみ、エアスプリングを導入した、セルフレベリングサスペンション、エアサスなどの最新メカを搭載して登場した。 ウィンドシールドとドアガラスは再び流用された。リアアクスルの横方向の位置に目にスカッフの発生がないワッツリンクを使っている点が話題になった。廉価モデルでも399万円と価格帯はやや上がった。ディスカバリー3ではテレーンスポレンスやエアサスなど配ク装備を多くしているために従来のディスカバリーより50万円以上高額となり、 手軽とは言えなくなったがそのレベルはレンジローバー並みと言われている。北米では LR3、それ以外の地域ではディスカバリー3を名乗る。フォード参加での初めてのモデルチェンジ車として2004年、日本市場は2005年5月にデビュー。当初はエクスプローラーがベースになると思われたが、ランドローバーのオフロード性能に耐えうるインテグレーテッドボディフレームという独自のシャシーが 開発されることとなった。これは、ラダーフレームとモノコックを複合した強靭な車体である。高級 SUV として生まれ変わったため、価格が大幅に上昇した。サスペンションスプリングがすべてエアとなり、ABS スイブド ETC、DSCCBC エバアーム HDC などや、エンジントラスミッションなど、複数搭載されている車両コントロールシステムとエアサスを統合して、 制御するてレインレスポンスと呼ばれるシステムを搭載した。SUV では、3列目シート乗員は、いわゆる体育座りになりがちだが、ディスカバリー3は、ワンボックス車と変わらぬ3列目シートの、居住性をありている、唯一の SUV である。またエンジンは S、SE が、フォード製、エクスプローラーで使われているものと同じに変わり、4リッターエンジンは、 排気量が 4009cc となったため、日本での自動車税の区分は 4500cc と同等になっている。ハスについては、ジャガーの4.24リッター AJV8 エンジンが搭載されている。ジャガーエンジンは、ディスカバリー3登場以降のレンジローバー、レンジローバースポーツに採用されているものと同等である。レンジローバー、レンジローバースポーツには、 スーパーチャージャー搭載の4.2リッターモデルも用意されている。5年ぶりのモデルチェンジで2009年12月にデビュー。先代に習って北米では LR4、それ以外の地域ではディスカバリー4を名乗る。外観は3代目とよく似ているが、中身は大きく変貌、進化を遂げている。特に内装は高級車そのもののハイグレードなものになっている。 フロントマスクもより高級感を示す、新型レンジローバーと同等のものが、ライトはヘッドテールともに円を描く、LED ランプが装着されており、ハスではカーブ状況によって自動でビーム調節する AFS アダプティブフロントライトシステムも装備されている。走行面でもテレーンレスポンスなど継承されている。2013年9月、2014年モデル発表。 従来の5.0リットル V8 に変えて3.0リットル V6 スーパーチャージャー付きエンジンが採用されたほか、全車に8段 AT が搭載された。2016年9月28日、5代目であるディスカバリー号を発表した。先代モデルまでの角張ったスタイルはなくなり、フロントエンドなどはスランとさせたデザインとなった。ボディサイズは、 全長4970全幅2073、ミラー格納時全高 1888mm となり、3サイズ全てが拡大された。ボディは初のアルミモノコックを採用し、大幅な軽量化を実現。インテリアはレンジローバー張りの高級仕立てになり、3列7席シートはフル電動折りたたみ機能が搭載された。 2017年4月5日、特別使用者ディスカバリーファーストエディションの受注を開始。30代限定販売。2017年5月8日、受注開始。スーパーチャージャー付きの3リッター v 6ガソリンモデルと3リッター v 6ディーゼルターボモデルが導入された。2018年4月2日、2018年モデル発表。 12.3インチディスプレイが採用されたほか、ヘッドアップディスプレイがオプションとして設定された。2018年11月16日、2019年モデル発表。アダプティブクルーズコントロールなどが標準装備されたほか、ステアリングアシスト機能付き、アダプティブクルーズコントロールがオプションで依された。同時に限定車、Go, Out Edition が発表された。 40代限定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。